鳥って鳴き声を聞き分けられるの？みんなこんにちは。はてなくんだよ。チュンチュン、ピヨピヨ、ホーホケキョ。鳥の鳴き声っていろいろあって面白いね。ところで鳥って鳴き声を聞き分けられるのかな？今日は鳥さんにお話聞いてみたよ。え、僕ら鳥が鳴き声を聞き分けられるかって？もちろんさ。僕たち鳥は種類によって鳴き方が決まっていて、同じ種類の鳥同士だったらちゃんと声を聞き分けることができるんだ。じゃあヒナと母鳥はたくさんの鳥が鳴いている中でもちゃんとお互いの声がわかるのかな？どう思う？生まれてきたヒナも卵の頃から親の鳴き声を聞いているでしょ？だから群れの中でもちゃんと親の声がわかるんだ。もちろん親だって自分の子供の鳴き声はわかるよ。僕ら鳥は鳴くことで会話するんだ。みんな群れからはぐれるなよ。ここは俺の縄張りだ。敵が来たぞ。ここから出て行け。出て行かないと攻撃するぞ。こんにちは。ママ、ご飯ちょうだい。愛してます。敵を脅したり、メスに愛を告げたり、鳴き方を変えることでいろいろな意味になっていくんだ。鳥さん、ありがとう。鳥って鳴くことでいろいろな会話をしているんだね。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。